この道を通っていけば王都に着くってわけね。早速出たわね。久しぶりの戦い。しかも待ちな。え、あなた誰？助太刀するぞ、王女ちゃん。さっさと片付けちまうか。つまらねえな。大丈夫だったか？うん、大丈夫。ありがとう。それにしても、まさか魔物相手に広がる。空剣島だよ。さっき船。剣島？小さな島だからね。そうか、王都ならこの道を真っ直ぐ。そんなに遠くないが、せいぜい気をつけてくれ。
変わった人だったな。オートってああいう人。それにしてもいきなり魔物が出る。まあなんとかなるか。気をつけて。正解、連続よ。正解、連続よ。正解、連続よ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。みんな気をつけて。正解、連続よ。正解、連続よ。正解、連続よ。連続よ。正解、連続よ。せーの、楽勝楽勝。さあ早く進もう。
すごい、こんなところがあったんだ。そびえ立つ夏雲のように胸の高まりを抑えきれずに、私を導く新たな世界がほら背中を押すのを感じた。叶いそうもなかった日々を変えてゆけると信じてた。あの日のこと手繰り寄せて、いくつものきらめきこの手に溢れそう。完全に舐めてたな。やっぱり王都っていうだけのことはあったわ。広さだけなら風剣島だってそれなりだと思うけど。すごい、こんなところがあったんだ。
る。目がチカチカするよ。まずい、これは迷子になりそう。てか私もう迷子なんじゃ。ライザー、え、今誰か呼んだ？あれって、え、よかった、助かった、知ってる人に会えた。本当にライザじゃねえか。まさかと思ったが。まあそれはタオニそれにしても久しぶりだね。お前こそ相変わらず聞くまでもなく元気そうだ。憎まれ口も相変わらずでよかった。ボスのお友達？ちょ、何言ってるんだよ。僕だよ、僕。そうだよ、誰だと思ってたのさ。いや、だってずいぶん背が伸びたね。それにこいつこっちに来てた。服装もやけにおしゃれな感じになってるし。ひどいなあ、もう。逆に、ああ、特にお登り特有の動きをしてたからな。なんかあんたたちの方がさらっとひどいこと言ってない？まあまあ、田舎育ちが通る道ってやつだよ。そのまあね、危うく迷子になりそうだったけど。いや、それにしても高い建物が多いからな。見慣れる。そうだ、せっかく来てくれたんだし、ライザに町を案内するよ。どうかな。そうだな、今いるここが中央区だ。見ての通り露店なんかが数多くて。うん、さっきからずっと気になってたんだ。ちょっと露店見てきていい？後にしろ。お前は夢中になると時間を忘れるから。この町っていくつかの区画に分かれてるんだけど、他の地区は大体ここから行けるようになって、そういう町の作りのせいもあるんだろうけど、ここ他の地区も軽く巡ってみるか。ない、またそういうことを言う。でもここはおとなしく話を聞いて。よし、じゃあまずは北の農業区と南の。この辺りはこんな感じで農業区だね。見慣れた感じだろ。うん、他が都会なのにここに来た、なんというかホッとするような。まあ僕らからしたら全然人がいないね。町の方はいっぱいいたのに。
あまりなり手がいないんだとよ。食べ物だったら周辺の町からいくらでもやってくるから、僕らの村の空間フルーツも売られてるの。そうなんだ。お前のはただ単にめんどくさいってだけで。まあそんなわけで、この辺りはこんな感じ。ここはいろんな職人の店が集まってる地域さ。こう、もともと王都は国中から金属を集めて加工なんかをするのが主な産業なんだそうだ。面白そうなものがいっぱいありそう。あ、でもこんなに。僕も最初はそう思ったんだけどね。やっぱり同じような仕事をしてる人たちが集まった方がいろいろ、多少は商売敵になるかもしれないけど。俺たちの村と一緒だ、港に。言われてみれば確かに。まあ金属製品で困ったことがあった時はここに来れば解決すると思うよ。じゃあこの後は学園区に行ってみようか。学園区？僕らが通ってる学園がある区域さ。普段は僕らもそこにいることが多いかな。学生相手の店なんかが多くてな、割と賑わってる場所ではある。階段を上がって西にあるあの塔の先が学園区だよ。おいタオ、あの店に行かねえか。そうだね、僕らについてきてよ。二人ともなんだかすっかり仲良くなっちゃって。何やってんだ、早く来いよ。ちょっと迷子にならないでよ。あ、うん、ごめん。これ全部学園なの？
さか。ただ大抵は学園に関係してたりするね。学園があるから成り立っている地域では。はあ、何から何まで規模がでかいな。あそこだ。あれがいつも俺たちが行ってる店だ。座っていろいろ話そうぜ。それにしても二人ともすっかりこっちの人みたいで驚いたよ。そうか。俺は何も変わったつもりはないがな。タオン、ライザだってこっちにいたら同じように思われるかもね。私はタオからこの手紙もらわなかったらここに来てなかったかも。何が書いてあるんだ。うん、こっちに錬金術と関係ある遺跡があるかもって内容なんだけどさ、ライザが島で錬金術がうまくいかずに難航してるみたいなことを手紙に書いてきたから気になって、いっそライザもこっちに来てみればって。遺跡だと？俺はこっちに来てからそんな話聞いたことないぞ。本当にゃ？僕も人捨てで聞いたから最初は眉唾だと思ったけどさ、知らそういう伝承がたくさん残っていてね。伝承？思い出してよ、僕らの村にも伝承はあっただろ。あ、南に下る旅人は決して街道を外れるな。伝承っていうのは過去に実際に起こったことなんじゃないかって。僕もそれには賛同してる。わ、そういえばアンペルさんが言ってたっけ。だろ。実はこの王都周辺には神話とか偶話みたいなものが結構残ってるんだ。古風の先に砦であり、闇を覆う帳なり、人の血を越す大まじないは無より仏行を来たるその日まで砦は。どういう意味だ。僕にもさっぱりだけど、この歌が作られた時代には何かそれが今も残ってたら遺跡になってるんじゃない。人の血を越す大まじないかもしれないと思ったからライザを呼んだ。改めて聞くんだけど、ライザ、僕は遺跡の調査には興味があるし、ライザも錬金術の取っかかりができると思うんだけど。うん、いいね。私もちょっと興味が出てきたよ。じゃあ決まりだね。行ってみよう。今まで存在を知られずにいたって。私もまだここに来たばかりだし、ね、うん、準備をするにしても。俺だってお前に押しかけられそう言うと思ってたよ。ちょっと待って。タオ、その子は？初めまして、パトリツィア・アーベルハイムです。あ、私はライザリン・シュタート、ライザって呼んでね。パティは僕が家庭教師をしてる生徒でね、この辺りを仕切って。そうだったんだまさか。ライザの中で僕はどんなイメージになってるのさ。ほら、いつも本とにらめっこしてたからさ。それは否定しないけどね。タオさんから事前に話は聞いてます。え、タオ、一体どういうこと？オートに来たばかりなのにいきなり部屋を探すなんて。一応長居することもできるような部屋を。ただ内装が少々古いですけど。あ、どんな部屋なんだろう。案内します。中央区にあるので。こちらです。ついてきてください。
この建物ですね。この中の一室に。家賃のことなら安心して。パティが、うん、助かるよ。分けありの部屋なので少しくらいなら問題ありません。ご覧の通り内装とかちょっと、私は早く修繕すればいいのにって思うんですけど。うんうん、私にとってはぜ、あれってなんで大鍋があるの？学園の調理場にあった古い大鍋だよ。さすがタオ、よくわかってる。だってライザには。こんな大きな鍋、それはね、錬金。ライザ、これは一度やっ、俺も見てみたいもんだ。お前らから錬金術の話か。ライザ、そう。うん、いいよ。調合しようにも肝心の材料がないんだよね。ああ、そうか。それなら。それはいいんだけど、ここ町中はね、町の外に出てしまえば空間島の周辺と。確かに。ここに来るまでにも材料になりそうなものはあったな。じゃあ街道に行って採取してみようかな。それなら僕もついていくよ。街道なら迷うような場所はないけど、念のためにね。ありがとう。ボスは？行きたくないとまでは言わないが、俺も暇じゃないんでな。お前らが戻ってくる頃に。タオさんが行くなら私も行くわ。あ、いや、魔物と遭遇する可能性も。でももし君が怪我でもしたら、ぼ、じゃあ早速外に行こう。